中国文明の母なる川黄河、そして揚子江。この2つの大河の流域にまたがる広大な大地が中国4000年の歴史を育んできた舞台でした。その半ばにひときわまばゆい光彩を放つ三国時代、漢帝国が衰亡し、群雄が割拠して中国の大地を駆け巡る英雄豪傑たち、動乱社会に渦巻く理想と錯誤、栄光と挫折、愛と欲望、真偽と裏切り、三国志、三国演義に語り継がれた果てしない攻防の世界を吉川英治は日本の大衆文学の世界に開花させました。以来多くの読者が三国志の世界に魅了されてきました。吉川英治はその序文で次のように語っています。三国志には詩がある。単に膨大な奇岩攻防を記述した戦記軍団の類ではないところに東洋人の血を大きく打つ一種の怪鳥と音楽と色彩がある。開封、鄭州、洛陽、西安を結ぶ鉄道は中国の歴史の旅のメインルートの一つです。黄河中流の沿岸から下流に及ぶその一帯は高度大地が高原から平原に移るあたり、常に漢民族の歴史の中心舞台であった中原です。古来中原を制する者が中国を制すると言われてきました。三国志動乱の物語もそこから始まります。青海省の高原を水源とする黄河の全長はおよそ5500キロ、流域面積75万平方キロ。中国第二の河川は平原に流れ出るあたりで一気に幅を広げます。河南省鄭州市から河北省に渡る河沿江大橋です。この辺りになるともう向こう岸は霞んで見えません。川幅は5500メートル、下流の山東省西南市付近ではなんと15キロにも達すると言われます。平野部でも恐ろしいほど速い流れです。そしてこの黄色い水の濁り、黄土の微粒子がこの膨大な水量の半分を占めていると言われています。吉川英治の三国志はこの悠久の大河、黄河のほとりに佇む一人の貧しい青年のつぶやきに始まります。ああ、この土も。青年は大地の土をひとつかみ手のひらにすくった。そして目をはるか西北の空へじっと放った。信濃大地を作ったのも黄河の水を黄色くしたのも皆この砂の微粒子である。そしてこの砂は中央アジアの砂漠から吹いてきたものである。まだ人類の生活も始まらなかった何万年も前の大昔から不断に吹き送られて積もり積もった大地である。この広い黄土と黄河の流れである。後に蜀の国を起こした青年劉備玄徳のこの思いは、中国に渡り初めて黄河を目の当たりにした時の吉川英治の考えそのものであったかもしれません。劉備玄徳が生まれ育った故郷は黄河から北へおよそ300キロ、今日の河北省の卓州市。
旧宅建城の郊外です。宅建は紀元前3世紀秦の始皇帝の時代から開かれている古い町です。かつてはこんな城壁が町を囲んでいました。随所に歴史の面影をよく残していますが、その多くが明代、清代の遺跡です。町の中心部には道路脇に生活の糧を並べた自由市場の露店が並んでいます。肉屋は一番いいところに陣取っていました。この辺りの出身である張飛も最初は肉屋でした。言うなれば彼らは皆張飛の後輩たちです。找他找他找他不知道，我哪知道去，这都是老辈子的事是吧。地元の伝承では劉備、関羽、張飛が初めて顔を合わせたのもこの宅建の市場でした。しかしそれは腕力では引けを取らない関羽、張飛の二人の大男がくんずほぐれつの大乱闘を繰り広げ、市場をめちゃくちゃにした挙句、そこにたまたま居合わせた劉備が仲裁に入ってようやく収まったという大変に荒っぽい出会いでした。張飛が生まれ育ったという張飛店は宅建の西南4キロにある人口200人ほどの小さな村です。村の中ほどに肉屋の張飛が冷蔵庫として使ったという井戸があります。井戸の枠には張飛が肉を吊るしたという綱の跡までつけてあります。力自慢の張飛が売れ残りの肉を井戸に吊るして石の蓋を乗せ、これを開けた者は肉を持ち去ってもよいと張り紙をしたところ、たまたま通りかかった豆売りの関羽が軽々と蓋を持ち上げ肉を持ち去りました。それが大乱闘の原因です。劉備玄徳の故郷出征の地と伝えられている老宗寿村は宅建の南7キロにあります。人口およそ1800。この地方ならどこにでもありそうな村の佇まいです。若き日の劉備が住んでいた頃、村の中心に帝王に差し掛ける傘のような形をした桑の大木があり、それが村の名前になったと言われています。19世紀の清朝末頃まではこの門前に大きな切り株があったと伝えられていますが、もう跡形もありません。関羽、張飛はここに劉備を訪ね、桃の花咲く庭先で義兄弟の誓いを立て、乱世を治め漢王朝最高の夢を胸に旅立ちました。玄徳を祀る昇烈帝廟は老宗寿村の北西4キロにありました。昇烈帝は劉備の送り名です。かつては明代に再建された6つの道具があり、一般には老宗廟としても知られていましたが、今はわずかにこの三義廟だけが残されています。三国志の熱烈なファンは唐の時代に遡ります。東大の建明4年に
最初の廟がここに建てられましたが、本来は誕生の地に建てられる予定でした。这个庙的位置恰好在刘备和张飞的故里的正中心。为什么这样呢？因为当时啊，唐朝建庙的时候啊，据传说，开始运砖呢，用砖瓦运料的大车，这儿路过呀、啊，一直想见到这个刘备的老家去，刘备的大楼堂。结果呢，这个路程啊，走到这儿啊，路不好走了，这车就给误住了，误住了以后啊，这个怎么打？这个骡马也不走了，这样呢就当地就请了一些个堪舆家看看风水，一看呢这地方啊，这个王气很盛，这个风水很好，所以啊认为这个车走不了是刘备显灵，这是当地传说的。根据咱们现在的历史这个观点看呢，就是一般的情况就是这个建的中心呢，就是偏张飞也不好，偏刘备也不好，那太偏僻。这个位置呢，这个地理位置比较好，建在这儿。劉備の祖先と伝えられている五冠啓帝の子中山聖王劉璋の墓陵は、達県の東南およそ100キロ余り、万丈県にあります。山稜上に眠る劉璋には127人もの子がいたと伝えられており、この周辺には劉氏の末裔が多かったようですが、劉備とのつながりははっきりしません。岩をくり抜いた墓室の奥行きは51メートル、その正面に王の幕舎があります。王座を取り巻く宴の席のようでもあります。途中左手の馬屋には木製の馬と馬車が用意されています。右手の一室は酒や食料を入れた大小の壺が並ぶ貯蔵庫でした。王座の隣室に日常の居室があります。その傍らに王劉璋は金縷玉衣をまとって横たわっていました。玉衣とは、玉の小片を金の糸で結び合わせたものです。1700年も前の人々を魅了した玉の輝きは今も変わりません。五冠が都とした洛陽は、西安とともに漢民族の文化を支えてきた古都です。今からおよそ3000年ほど前、周の時代に初めて都として開かれて以来、九朝にわたり1104年もの間都城として栄えてきました。三国時代から200年ほど後、仏教を受け入れた北魏が洛陽に都を定め、400年余りの歳月をかけて造営した龍門の石窟は、古都洛陽の栄光の歴史を代表する遺跡です。明代の地方都市であった時代の東の城門、古楼門が下町の一角に残されていました。洛陽は時代が変わるたびに徹底的に破壊し尽くされてきたため、古都の面影を伝える遺跡は残り少なくなっています。現在の洛陽市内の人口は122万、漢代の最盛期にはその倍以上の300万近く、隋唐時代の
142万にも及びませんが、解放後は黄河流域の中核都市として新たな街づくりに活気づいています。五漢から曹操が再建した三国時代にかけての都寛義古城は洛陽市街の15キロほど東にありました。一番外側の城壁が東西両側と北面の三方に残っていますが、南側の城壁は洛水の洪水で失われています。周囲およそ14キロ余り、この中に町が作られ、その中心部北寄りに12の門を持つ皇帝の宮城がありました。五漢の末、代々の皇帝が若死にしたため、皇帝の親族と皇帝の生活を取り仕切る宦官が官僚や軍人を巻き込んで政争に明け暮れ、社会は乱れ、皇帝の威信は地に落ちていました。やがて世直しを求めて黄巾族の反乱が起こると、一方ではその鎮圧にあたる豪族が各地に割拠し力をつけてきました。そしてこれらの軍友のうち、万有をもって知られる清涼の豪族董卓に洛陽が支配され、間もなく廃墟とされます。洛陽にある三国志ゆかりの遺跡としては、もう一つ関林、すなわち関を祀る廟があります。劉備が蜀の国に入って間もなく、慶州を預かっていた関羽は曹操と孫権の連携攻略に敗れて討ち取られましたが、この時後の孫権から洛陽の曹操に送られてきた関羽の首がここに埋葬されたと伝えられています。いわば関羽の首塚です。廟は明代に建てられ、清代にも修復されて官民から手厚く祀られてきました。中国では三国志の人物の中でも真偽を重んじたとされる関羽は、諸葛孔明と並んで群を抜いて人気があります。明の皇帝からは帝の称号のつく最高の贈り名が与えられました。名所となっていたこの関林には、多くの文人墨客がここに足を運び、競うようにして詩文を残しました。その一つ、明代の御元律詩です。聖職天賢むなし、唐と幾深淵、古心石地をとどめ、万古中原にあり、死病小白を巡らし、巨人相反を進む。宗家に議長をあるも、野良に大縁を失う。聖職は滅び去り、天下の権も名ばかりであった。唐と洛陽には関羽の御霊屋が営まれている。古皇の神関羽にはささやかながら墓地が残されてあり、永遠にこの中原の地にある。皇帝から賜った廟は小白に取り巻かれ、人々は捧げ物を奉っている。だが洛陽に君臨した曹操とその一族の墓には、盗掘を防ぐための偽の墓まであったというが、
それも野火に焼かれ、崩れた垣根すら失われてしまった。関羽がまだ全く無名だった頃、最初に大手柄を立てたところが洛陽の東およそ200キロにある古老館でした。そこは険しい丘陵地帯が東側の平原に接するところで、切り立つ崖に挟まれた谷間は洛陽の東の門戸とされた重要な道筋です。かつてこの丘陵の末端が西側から東側に長く突き出し、谷間の出口の幅がわずか数十メートルまで狭まっていました。その間を閉じれば厳重な関門となります。ここに紀元前3世紀秦の始皇帝の時代から構えられていたという古老館がありました。東側の岩壁には今も深く掘り込まれた溝跡が残されています。村人たちはこれを谷の隘路を塞いでいた関門の跡だと伝えています。当時洛陽で専横を極めていた董卓に対し、袁紹を首相、曹操を副将とする反董卓連合軍が結成され、この古老館で対決することになりました。そしてこの時、高金属討伐に参戦して数々の手柄を挙げながら報われなかった劉備、関羽、張飛らもわずかな手勢を率いてこれに加わり、ここに三国時代前夜の最初の大決戦が展開されました。しかし開戦当初、連合軍は董卓軍の優勝海羽に攻めまくられ、たちまち壊滅寸前にまで追い込まれました。この時末席から名乗り出た関羽が一人敵陣深く乗り込み、立ちどころに海羽を討ち取って、その首を持ち帰り曹操の祝杯を受けました。勢いづいた連合軍は古老館に迫ります。そこで董卓軍は最後の切り札として豪遊をもってなる呂布を送り出します。しかしこれも劉備、関羽、張飛らが激しく攻め立て、ついに古老館に追い込んでしまいます。連合軍は古老館の谷間を挟んで城塞に立てこもる呂布と睨み合いを続けます。呂布城の麓にある止水鎮の村にもいろいろな言い伝えが残っています。呂布の城に通じる小さな谷間に住む王宝秀さんは、代々丘の絶壁を横穴式にくり抜いた八尾丼を住宅としてきました。家の一宮には先祖伝来の家宝があります。这是这听说是三国时候吕布他为了阻挡两军的进攻，他在这儿埋设的绊马索，有这里过就要中埋伏，是吧？这子规那不是有了撒下绊马索往下将张了坑啊，要
啊，这着着获奖，就这个就是这个道理。都是个吕布啊，结果这搁这一场战，三营军不一场战，失败了，失败以后他就到洛阳了。あるいはこの鎖のような騎馬隊の侵入を阻止する仕掛けがあったのかもしれません。古老館を出て丘に沿って北へ進むと、まもなく黄河に出ます。そこは玉門琴と呼ばれる古くからの渡し場でした。この辺りの人々はここから渡し船で対岸の河北省へ渡ります。黄河の南岸には大飛山に連なる山々が絶壁をなして立ちはだかります。そんな急斜面を縫って人の踏み分け道がついていました。網で魚を取る人は揚子江からやってきた漁師。人間の生活はここでは大地の営みの中にすっかり溶け込んでいました。この少し上流、断崖の続きのピークには呂布が立てこもったという城塞があります。一番高いところが呂布が指揮を執ったという天正台。そこは大黄河を見晴らす絶景の地でした。呂布城は複雑に入り組んだ谷を防衛線として、大軍が丘の上に陣を敷いていました。土で築いた城壁がよく残っています。その高さは内側からでも5、6メートルあります。一見難攻不落に見える呂布城も、支えきれずと見るや董卓はついに古老館から呂布を引き上げ、その上洛陽を略奪の限りを尽くして焼き払い、皇帝と住民を引き連れて強引に都を長安に移してしまいました。3000年の歴史を誇る古都西安です。周の時代に開かれた西安には秦、前漢、唐など12の王朝の都が置かれました。城郭の中心を貫く大通りはそのまま今日の西安市のメインストリートです。壮大な城壁は明代から清代にかけての遺構です。周囲12キロ、まさに古都の風格を代表する遺跡です。それ以前の城郭は郊外にありますが、三国時代の遺跡は明らかではありません。西安に都を移した董卓は、皇帝の側近が差し出した絶世の美女長禅をめぐって呂布の恨みを買い、ついに殺害されます。その後呂布も都を追われ、残された武将が抗争を始めたため無政府状態に陥り、やがて皇帝も西安を脱出して洛陽に逃げ帰りました。折しも
中原を足がかりに勢力を広めていた曹操は、皇帝が廃墟の洛陽に到着するとすかさず皇帝を出迎えて、自らの根拠地巨匠を当面の都とすることを進め、皇帝を手中に収めます。巨匠郊外の長藩古城には、曹操の庇護のもとに五冠最後の皇帝献帝劉侠が春秋に献帝の祭りを執り行ったといわれる育秀台が残されています。今そこは農民たちの祭る天野廟となっています。皇帝の住まいとなる皇城は、これより東の方へ向けて周囲およそ4キロほどの城壁を巡らせていたといわれます。周辺の城壁近くの畑からは、いまだに寛大の壺やレンガなどが多く出土しています。这个是在汉末建安时期典型的一个汉瓦的残片，它的特点呢是花纹，在汉末建安时期它的整个花纹呢都是鱼纹状，而且它还有一个特点，就是瓦的厚度很薄。当時曹操が政務を取っていたところは今日の巨匠市内にあったと言われていますが、今は明代の城の堀跡が残るばかりで遺跡はありません。河南省の中核都市として衣替えをしている巨匠ですが、街中の落ち着いた並木道にもその活気がうかがえます。劉備は徐州で呂布に攻められ、苦戦していたところを曹操に救われ、呂布を討った後は関羽、張飛と共に客分としてこの巨匠に暮らすことになります。巨匠の南30キロほどあたりは当時皇帝が狩りをするところでした。ある日皇帝は曹操に狩りに誘われ、あまり気が進みませんでしたが、日頃頼りにしていた劉備も同行するということで行幸の運びとなりました。皇帝が狩りの本拠としたという社六台です。
かつてこの辺りは狩り場にふさわしい一面の林だったと言われています。皇帝はこの射鹿台に立ち、勢子の追い出す獲物を待ち受けます。すると一村の渓谷の中から不意にまた一頭の鹿が踊り出した。帝は手の長球に金糸線をつがえて八死といられたが、矢は鹿の角をかすめてそれた。穴押しや二度三度まで矢を続けられたが当たらなかった。鹿は勢子の声に驚いてまた跳ね上がってきた。そう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 、それ射止めてよ。帝が咳込んで叫ばれると、曹操ははっと駆け寄って帝の御手から弓矢を取り、それをつがえながら曹工場を走らすかと見る間にブンと鶴鳴りさせていはなった。供養百貫をはじめ下将校補卒に至るまで金銭の立った獲物を見て、いずれも帝の痛もうたとばかりに思い込んで、幾同音に万歳を唱えた。万歳万歳の声は野山を圧して、しばし鳴りもやまないでいると、そこへ曹操が馬を飛ばしてきて、至るは我なりと帝の御前に立ち塞がった。そして長久金糸線をもろ手に差し上げ、軍神の万歳をあたかも自身に受けるような態度をとった。はっと諸人皆色を失い興を覚ましてしまったが、特に玄徳の後ろにいた関羽のごときは目を張り眉を上げて曹操の方をカッと睨みつけていた。その時関羽は、人もなげな曹操の振る舞い、帝をないがしろにするにも程があると口にこそしなかったが、怒りは心頭に燃えて無意識に彼の手は剣へかかっていた。玄徳はハッとしたように身を移して関羽の前に立ちふさがった。劉備はその後徐州地方の動乱鎮圧を口実に曹操の元を離れ徐州に戻ります。そこは劉備が初めて大使となった出世の地でもありました。徐州は古来経済的戦略的な用地として諸侯の抗争の的となったところでした。今日の徐州は当時の徐州地方の一都市北条でした。市街の一角に残る明代の城壁です。城門の前は自由市場としてにぎわっています。生活必需品ばかりではなく、最近はペットショップにも人気が集まっています。劉備が初めて城主となった勝敗城は徐州の北北西65キロの拝県にあります。この勝敗の地は官庁を建てた前漢の大祖劉邦が若き日を過ごしたところで、劉備にとっては祖先ゆかりの地でもあったわけです。拝県博物館の庭園に呂布の射撃台というものがあります。隣国の袁術が勝敗城の劉備を攻めた時、呂布が仲裁に入り城門に立てた劇の枝を的にして、呂布がこれに矢を射当てたら和睦、外したら戦うことを条件としました。そしておよそ90メートル離れた位置から見事にこれを射当て戦いを収めました。その時呂布が足場とした石の台がこの射撃台です。この拝県は古来たびたび戦乱の巷と化したせいか、中国で最も歴史のある古武道漢風のふるさとです。今日でも人口27万人中18万人が、つまり3人のうち2人までが漢風の技を身につけているほどです。中国の全国試合において拝県は
9種目においてチャンピオンシップを獲得しているそうです。三国時代に徐州の大使の城郭は現在の徐州の東南70キロ水明県古飛鎮近くの可飛城でした。しかしその遺構も清朝初期の大地震で大きく陥没し、この水の下およそ10メートルのあたりに眠っているそうです。可飛城はそこに三重の城壁を持ち、寺や廟だけでも72を数えるほどの繁栄ぶりを誇っていたと言われています。徐州の大使であった劉備は出陣の隙にこの城を呂布に奪われましたが、曹操と共に呂布を攻めてこれを討ち取ります。しかしその後劉備自身も曹操に追われ、徐州の脱出を余儀なくされます。そしてこの時関羽は劉備の二人の夫人を守ってこの可飛城に立てこもっていました。可飛城の北西13キロ、関羽が可飛城から打って出て曹操の軍に包囲されたという土山の近くにはこんな丘がありました。曹操は丘の上に孤立する関羽の武勇を惜しみ、関羽と親しい張良を差し向けて降伏を促します。思案の結果、関羽は劉備の残した二人の夫人を守り、曹操に従って巨匠に入ります。関羽が劉備の二夫人と共に囚われの身で暮らしていた春秋楼の後は巨匠市内の裏町にありました。春秋楼の敷地の大部分は近年まで民家に占められていましたが、今は史跡公園として整備されようとしています。その一角にある春秋楼は明代に建てられたもので、屋根は美しい五色の瓦で吹かれていました。関羽に対する後世の人々の敬愛のほどが伺われます。関羽像は中国四書の春秋を読みふけていました。優れた人材を集めることに人一倍熱心だった曹操は、関羽を家臣として何とか手元に置きたいと思い、美女を送り込んだり教養を重ねたりしますが、関羽はひたすら二人の夫人を守り、劉備のもとへ帰る機会を待ちます。関羽はやがて曹操が袁紹と白馬野で対決した時、敵の大将を討ち取り曹操に報います。そして間もなく劉備の所在を知ると二人の夫人を護衛して曹操のもとを去りました。これを聞いた曹操は直ちにその後を追い、巨匠郊外の破陵橋で追いつきます。曹操は静かに声をかけた。おしいかな、君と世の交わりの日の
あまりにも短かりしことよ。幸運いつの日か忘れましょう。さりながら今保守の所在を知りつつ安閑と無為の日を過ごして上昇の温情に甘えているのも心苦しく、ついにサランの意を決しました。早々旅へ急いだ罪はご寛容を願いたい。いやいや、君のような順中の死をいくつきか都に留めておいただけでも都の秘風は確かに浄化された。また曹操もどれほど君から学ぶところが多かったか知れぬと、かねて用意させてきた土用の金銀と錦の滴りを送った。かたじけない。関羽はそこから木礼を送ったが、その眼差しにはもし何かの謀略でもありはしまいかと、なお十分警戒している風が見えた。長々お世話に預かった上、詐称の功労を残して今留別の日に会う。他日再び巡り会う日来れば、別に必ず用恩をお報い申すでござろう。そう言うと関羽は小分けにしていた円月の清流刀を差し伸べて、その薙刀なりの刃先に意識の滴りを引っ掛け、ひらりと肩に打ちかけると、おさらばとただ一声残して、たちまち北の方へ瞬足せきとばを早めて立ち去ってしまった。曹操は帰る道々、左右の諸大将に向かって語ったという。敵たると味方たるとを問わず、武人の芳しい真相に接するほど世は楽しいことはない。そのひとときは天地も人間もすべてこの世が美しいものに満ちているような心地がするものだ。そういう一個の人格が他を訓化することは後世千年二千年にも及ぶであろう。関羽の特技は後世の人々の一つの理想像として次第に神格化され、このような立派な鑑定廟が各地に作られています。因为这个三国的这个君主啊都比较注重人才，而这个一个人的才能呢往往是在具体的战争或具体政治事件中能表现出来，所以他这个手下的这些人呢，因为活跃在政治舞台上，活跃在军事舞台上，所以他们的才能呢表现得比较充分，所以人民呢对他留下了比较深的印象，比较敬仰。巨匠の郊外にある八つ柏塚です。八本の大きな柏の木があるところからそう呼ばれてきました。曹操が最も信頼した家臣淳育の墳墓です。かつて検定が長安から洛陽へ逃れてきた時、これを擁立して中原に号令することを勧め、曹操君臨の基盤を固めました。人気者の関羽の廟には比ぶべくもありませんが、1700年もの長い歳月を近隣の村人たちから大事にされてきました。もう出る人に線香を売っている老人が墓守を兼ねています。鄭州の東およそ33キロ、曹操が華北の大軍閥袁紹を破って中原の覇者として大きく飛躍した関都の古戦場です。この辺りには紀元前361年に開かれた運河関都の流れがありましたが、それも明代の黄河の氾濫とともに消え去りました。関都の両岸に布陣していたという曹操軍の本陣曹光台です。10万の軍勢を展開する袁紹軍に対し、曹操軍はわずか2万、しかしその士気は高く互角の攻防戦を続け、
2年余りにわたる長期戦となりました。壮行台の麓には曹操軍が使ったという井戸があります。食料も尽きかけた頃、援軍のもとにいて曹操に下ってきた幼なじみの巨雄の進言で、曹操は袁紹の食糧基地宇曹を攻略し、勝利への道を開きました。中原で勢力を拡大する曹操に徐州を追われた劉備は、南に下って慶州の長官であった同族の劉表を頼ります。当時の慶州の中心は常陽城でした。城郭の北側を流れる関水は、上流は陝西省の漢中へ、下流は武漢山地に達する楊子江の最も大きな支流の一つです。この辺りはもう楊子江の文化圏になります。常陽城は周囲7キロ。今残されている城壁は明代のものですが、折々激しい攻防が繰り広げられた歴戦の城郭でした。城門の内側には観光用の城下町が作られています。劉表は劉備を快く受け入れ、常陽の北60キロにある新野の城を与え、曹操の南下に備えさせました。しかしそこで民政に厚い劉備の名声が高まってくると、慶州の後継者として台頭することを恐れる劉表の夫人や家臣から命を狙われるようになります。当時中国全土が動乱にまみれていましたが、その中で慶州地方は奇跡的に戦乱もなく、比較的よく太平が守られていたため、常陽付近には優れた人材が少なからず隠れ住んでいたといわれます。常陽の西40キロにある南昌もその一つでした。ある日、劉備は常陽城で謀略に遭い、窮地を脱して逃げ延びてきた先が南昌の水郷荘でした。そしてそこで出会った童子に案内され、水郷先生すなわち芝木を訪ねます。水郷荘は清流のほとり、岩山のふもとにあります。そこは今芝木の旧跡をしのぶ公園となっています。芝木はこの辺りの長老的存在で、後に劉備を支えることになる諸葛孔明や方等も芝木と親しく交わりがあったと言われています。一時深夜城で劉備を補佐していた徐庶もその一人でした。その頃声望の高まっていた劉備を訪ね、軍師に取り立てられると、いまだ貧弱であった劉備の軍を再訓練して鍛え上げました。そして折から南進を始め、
深夜に攻め込んできた曹操の将軍曹仁を鮮やかな作戦で敗退させたことで知られています。偶然のことではありましたが、水郷荘に劉備を迎えた柴木は次のように語りかけます。今天下の英才はことごとくこの地に集まっておる。上陽の名士また密かに京の将来に期待しておる。この機運に処しこの人を用いよろしく大業の基礎を図られたがよい。いかなる人がおりましょうか。その名をお聞かせください。画領か宝数かそのうち一人を得たまえばおそらく天下は棚心にある。画領宝数とは画領、すなわち若くして琉球に隠れ住んだ諸葛孔明。そこは今は古琉球と呼ばれていますが、古来文人墨客をはじめ多くの人が訪れ、若き日の孔明を偲ぶ名所として親しまれてきました。谷の奥には清水が湧き出し、それを引いて孔明が自ら開いたという休耕田があります。孔明はこうして精巧うどくの日々を送りながら、時には膝を抱いて両方銀を口ずさみ、あるいは訪ねてきた友と語らい、またある時は思いつくままに旅に出ることもありました。孔明の住まいの前にある三鼓堂は劉備の三鼓の礼にちなむ観光の名所となっています。その奥、住まいのそばには井戸があります。山際の小高いところが孔明の住まい、すなわち草庵の跡と伝えられています。一時明代の上陽王朱建祝がこの地に自分の墓陵と廟を作りましたが、その後の人々が再び孔明の遺跡に戻しました。やがて劉備は画領の所在を知り琉球を訪ねます。深夜から琉球までの道のりはおよそ75キロ。最初は不在、雪の道を踏み分けてきた二度目も不在、そして三度目にしてようやく叶えられました。後に劉備自身が水魚の交わりと表現したほど親密になった孔明との出会いを吉川英治の三国志はこう語っています。10年語り合っても理解しえない人と人もあるし、一石の間に100年の知己となる人と人もある。玄徳と孔明とはお互いに一見旧知のごとき情を抱いた。三鼓の礼に応え、孔明はすでに定まりつつあった魏の曹操、呉の孫権の勢力範囲を見極め、劉備は西の方、蜀の国を抑えて三国定立を図るべきだと説きます。この時劉備は初めて国づくりの構想というものを知ります。先生の諸説を伺い、何かにわかに雲霧を開いてこの大陸のくまなき果てまで一望に体感されてきたような心地がします。玄徳と孔明と一つ車に乗り、
深夜の城内へ帰る途中も親しげに飾り合っていた。この時孔明は27歳、劉備玄徳は47であった。遠大なる天下三分の計なるものはもちろん玄徳と孔明の二人だけが胸に秘している大策であった。広大な中原の地を占めた曹操の技と、一個の人物を矢から見出した玄徳の収穫と、いずれが大きくいずれが小さいか、この比較はその結果を見るまでは軽々しく即断はできない。劇的には劉備、張飛、関羽の当演の偽名をもって三国志の序幕は開かれたとみられるが、真の三国志的意義と興味は何といっても曹操の出現からであり、曹操がその主導的役割を持っている。それを彗星のごとく入れて突如挫折を加えたものが孔明であった。ホイの一青年の出現はまさに曹操の好敵手として立った新人の姿であったと言ってよい。三国志の舞台は黄河流域の中原から揚子江流域に広がります。曹操に追われ襄陽に逃れてきた劉備は、そこで流中に隠れ住む若き英才諸葛孔明に巡り合い、早速孔明を自身の居城深夜に連れて帰りました。深夜は湖北省上半市の北62キロ、河南省側にあります。襄陽と深夜の間を分水嶺として、河南省側には水田がなく、一面の畑作地帯になります。劉備と孔明が深夜に向かった道筋の村々では、麦の刈り入れが終わり、脱穀作業の真っ最中でした。当時の深夜は慶州地方の北辺を防衛する、小さいながらも戦略的には要衝の地でした。深夜県城の周囲はせいぜい 1.5 キロほど、町の中央部にわずかに残る高さ5メートル余りの城壁の上に漢議事亭があります。劉備はここで政治、軍事をはじめ
何事についても孔明と協議したと伝えられています。また孔明の設計になるという屋根の上の8棟の水流は、この建物に火がつくと水を吹いて消火するようになっていたという伝説があります。城壁は当時の規模のまま、明代、清代にも修復されてきましたが、壁面には一部に1700年前の寛大末、三国時代の頃の線もまだ利用されていました。小学校の校庭に枯れた桑の大木が大事に保存されていました。関羽手植えの桑だそうです。関代の桑だから関層、囲いのレンガを城壁に見立てて関層城、これにちなんで小学校の名前も関層城小学校です。三国志の伝説は日常生活の中にも生きています。街角でパンのようなものを売っていました。一切れ一角1円余り、ほんのりと甘みがあってなかなかコクがあります。実はこれが三国時代の非常食だったそうです。曹操の軍と対戦していた関羽が水と食料に欠乏した時、諸葛孔明に少しの水と小麦粉で作れるこのパンの製法を伝授されたと言われています。この同じパンが深夜の北100キロ付近の北条県白鳳鎮の村にもありました。その名は白鳳鍋かぶと。鍋で焼き上げたパンがかぶとのような形をしていたからだと言われます。村人によればこれは曹操から教えられたのだそうです。这个院里嘛，有这个白面，这个加上其他的这个，还有另外还有这个啥子，这个鸡蛋清。这么做就是用这个，先是把这个面呢发成了之后，这个然后蒸，蒸了以后呢，这锅里放上柿子，然后再炕。来之前呢没有。これで2週間以上は長持ちするそうです。遠征する軍隊の当時の常備食であったかもしれません。孔明が深夜に移ってから間もなく、曹操は大軍を率いて南下を始めました。これを迎え撃つ孔明は数において遥かに劣る劉備軍を指揮します。関羽、張飛、張雲らは数千の軍を率いて敵地に打って出て、ここ白鳳派で待ち伏せします。22キロにも及ぶ長い緩やかな坂であったという白鳳派には、至る所に湿地があり、一面に葦が生い茂っていたと言われています。張雲の軍がおとりとなって曹操の軍をここへ引き込むと、四方から一斉に枯れ草に火をかけて焼き尽くしました。この時一本の木が奇跡的に焼け残りました。社史樹、山桑です。一方の枝には1700年の時を経てなお青葉をつけていました。しかし劉備は
初戦の敗北を立て直した曹操の大軍に圧倒され、深夜から揚子江下藩の高陵、今の慶州を目指して落ち延びます。しかしそれは劉備を慕う老人や女子供を含む10万人を超える民百姓が付き従うという前代未聞の奇妙な逃避行となりました。追撃する曹操の騎馬隊は襄陽の南180キロの東洋圏でこれを捕捉します。そこで繰り広げられた凄まじい殺戮戦が有名な長範派の戦いです。そこは武漢と魏将を結ぶ漢魏航路の要衝にあります。長範十里、当時は延長5キロに及ぶ長い坂がここから始まっていました。坂の面影は漢魏航路が東洋圏の町の中に差し掛かるところに残っています。この辺りで曹操の軍は劉備の軍団と民百姓の群れに襲いかかりました。その混乱の中で華々しく奮闘したのが劉備の警護隊長張雲子竜です。像の高さ12メートル、486枚の黒い陶板のブロックで作られているユニークな像は東洋圏のシンボルとなっています。坂道の脇には歴史公園も整備されています。三国演義120編のうち実にその4分の1近くの37編がここ東洋を舞台にしたもので、東洋史にとって三国志の遺跡や伝説は最大のお国自慢です。回廊の壁面には三国志物語のさまざまなエピソードが刻まれています。見失った劉備の二人の夫人を求めて敵軍の中を駆け巡り、劉備の子後を救い出した張雲子竜の姿は中国の切手にもなりました。お二方、お二方はいずこにと李夫人と楊秀後の行方を尋ね回っていた。すでに八面とも運河のごとき敵影だったが、彼は帰ることを忘れていた。すると傷を負って地に倒れている百姓の一人がむくっと首を上げて彼へ叫んだ。将軍、将軍、彼方の農家の屋根垣の影へ。幼児を抱いて倒れている貴婦人があります。すぐ行ってご覧なさい。張雲は飛ぶがごとく彼方へかけていった。半ば陛下に焼かれたあばら屋が裏の柿と納屋とを残して焦げていた。馬を降りてそこかしこを見回していると、屋根垣の陰で幼児の泣き声がした。おお、和子様。彼の声に枯れ草をかぶって潜んでいた貴婦人は子を抱いたまま逃げ走ろうとした。しかし身に深手を負っていると見えてすぐバタリと倒れた。李夫人ではありませんか。家臣の張雲です。お迎えに来ました。もうご心配はありません。おお、張雲でしたか。嬉しい。どうか和子の御身をつつがなくお届けください。元よりのこと、いざあなた様にも。いいえ。彼女は強くかぶりを振った。そして後の体を張雲の手に預けると、突如身を翻して傍らの古井戸の淵へ挑みながら、居合を張雲、その子の運命は将軍の手にあるものを私に心をかけて手の内の玉を砕いてたもんな。夕合いなや自ら井戸の底へ
身を投げてしまった。共犯派の戦いのもう一人の主役が張飛でした。退却する劉備軍のしんがりを受け持ち、かつてこの辺りを流れていた疎水に架かる長飯橋の上で一人矛を横たえ、追撃の曹操の軍を威圧して寄せつけなかったという伝えも切手になっています。疎水はその後たびたび流路を変え、今はこの日の南西4キロのあたりを流れています。南線北馬、北の馬に代わって揚子江では交通の主役は船でした。劉備、孔明らがたどり着いた甲賀は、湖北省の省都武漢山地の一つ、漢水が合流する北岸の漢口です。この辺りは慶州の長官劉表の支配地で、長男劉貴がまだこの地に踏みとどまっていました。この下流は強力な水軍を誇る五の孫権の領域です。
劉備らはこの地で体制の立て直しを図ります。そして孔明は起死回生の劉備孫権の連合策を胸に揚子江を下ります。武漢の東南およそ200キロ、揚子江の中流と下流の境にあって交易で栄えた古い町旧港。この付近には揚子江につながる多くの湖や沼が集まっており、風光明媚な水の都としても知られています。古来多くの文人墨客がここを訪れ、詩歌にその風情を称えてきました。当時現在の南京や鎮江を根拠地としていた孫権は、揚子江中流への進出拠点をここに定め、軍団の司令部を置いてこれらの湖を一大水軍基地としていました。町中の関東湖には呉の水軍を率いる最高司令官周瑜の司令部円錐亭があります。周瑜が指揮を執り越兵をしたという天正台。呉の水軍の総力は10万と言われていますが、その主力は周瑜の直接指揮下にあった精鋭部隊です。旧港の西30キロにある波陽湖、広さ3583平方キロ、琵琶湖の5倍以上にあたるこの巨大湖が周瑜の訓練基地でした。湖は揚子江に向かって大きく開いており、大型船の航行も可能なので、今日でも重要な産業水路となっています。当時一丁ことある時は呉の大船団はここから出動していました。折しも呉の孫権は100万の大軍を要して南下を続ける曹操から、その支配下に下って劉備を討つことを強要され、大きく動揺します。司令部の置かれた西曹城では連日軍心が主戦派と降伏派に分かれて議論を戦わしていました。西曹城跡は旧港の東南30キロにある馬頭村にあったと言われています。今はどこまでも閑静な農村でした。呉の命運を消した西曹城の遺構は全く見ることはできません。孔明は単身この西曹城に乗り込んで孫権を説得します。曹操に下ればうまくいっても諸侯の一人、領土はおろか家臣の維持もおぼつかない、それに曹操の100万の軍勢も長期遠征に疲れ、その多くは遠征中新たに従えたもので必ずしも戦力ではない、むしろこれを機会に
劉備と連携し、呉の勢力の確保を期して曹操と対決するよう促します。孫権はついに決戦に踏み切ります。周瑜は水陸3万の軍を率い、途中半江からは関羽の水軍を中心とする2万の劉備軍が合流し、計5万の劉孫連合軍が曹操の軍を求めて揚子江を遡ります。その行程は九江からおよそ300キロ余り。揚子江の南岸に突き出した岩山、そこが劉備孫権連合軍の最前線の砦となった石壁です。そしてその対岸が20万を要するという曹操の主力大船団がひしめく武林の陣です。数においてはるかに劣勢な連合軍は石壁より4キロほど下流の陸江に本陣を構え、決戦の機会を伺います。双方の睨み合いが続き、長期戦の態勢となりました。石壁と陸江の周辺は当時大小の湖や河川が入り組んだ湿地帯で、水軍の陣地として最適でした。石壁西南の郊外湖もその一部です。その頃は太平湖と呼ばれ、孫権の老将郊外が密かに水軍の訓練をしたところでしたが、この戦いで曹操に偽りの投降をして戦いを有利に導き、その功績でこの湖を領地として与えられたと言われます。揚子江ではさまざまな形の船が上り下りしています。中でもこの藁を満載した船は一風変わっていました。陣中で周瑜から20日のうちに10万本の矢を調達するようにと難題を吹きかけられた孔明は、20艘の船に藁を積み上げ、それを布で覆って夜襲に見せかけて曹操の陣に近づき、そこで追いかけられた無数の矢をまんまとせしめたという有名なエピソードは切手にも収められています。天才的な孔明の着想も、あるいは当時からこのような藁積みの船があって、それがヒントになったのかもしれません。石壁の背後、尾根続きの南平山に孔明の拝風台があります。今そこは道教の寺院です。祭壇には孔明を中心に劉備、関羽、張飛も祀られています。この時曹操の大軍を破る秘策は、孔明も周瑜も火攻めということで一致していました。北西の風が吹き続くその季節、孔明は火攻めに必要な東南の風が一時的に吹く場合があることを知っており、ここでその風を招くために道教の方式で祈祷を捧げたと言われています。
他在武当山想真武，真武是武当山的主轴，是为武当山的啊，为玄天上帝，嗯，身上的八卦宝呢，是吧？八卦宝，嗯，他身上面前有太极图了，都是道教的服装，拿宝剑，佩华仗剑，把头发打散佩的了，嗯，他刚不走，都是道教的，嗯，拜斗的，嗯，都是道教的。ついに孔明の予言通り東南の風が吹き始めました。周囲はかねて用意の通り火薬を満載した船を曹操の船団めがけて突入させました。うわーっと炎の音とも波の音とも風の音ともつかないものが瞬間三光の水力を包んだ。一貫炎上すればまた一貫、一線燃え沈めばまた一線、ほとんど光線状態を作るいとまもなく、焼けては没し燃えては沈み、グリーン湾の水面はさながら発狂したように延々と真っ赤に逆巻く渦、渦、渦を描いていた。かつての陽子港は今より水量が多く、北岸は1キロほど内陸側に広がっていました。当時の自然堤防上に開かれた孔子村です。石壁の戦いに敗れた曹操軍将兵のおびただしい数の屍がここに埋葬されたと伝えられており、村外れには白骨頭の碑がありました。今でもこの辺りを掘ると少なからず白骨が出てくるそうです。曹操の陣営もこの自然堤防の続き、馬の背上に伸びる大地上の雨林陣にありました。雨林祭の火が立つあたりが村の中心部です。この村は石壁の戦いの後に曹操軍にゆかりの人々が住み着いてできたとも言われています。当時陽子港はこの川のあたりまで迫っていました。这个地方啊就叫乌林矶，叫乌林矶。后来因为曹操在这个地方建了这个大寨以后，就取名叫乌林寨。这是一道山梁，东西长1500米，南北宽200米左右。哎，这个前面就是当年的长江。哦，长江就在这。哎，当年水寨就这一部分。嗯。后面就是在这个乌林寨后面，大概相距200多米吧，有一个湾子叫曹操湾。この辺りにはこのような曹操の陣にちなむ地名が少なくありません。曹操湾はわずか5、6軒ほどの集落です。何か祝い事があるのか、家の前がごちそうの準備でにぎわっていました。この地方では赤ちゃんの生後100日目にはその健やかな成長を願い、親戚一族が集まってお祝いをする習わしになっています。額の真ん中の赤い点は
日本のお稚児さんの化粧と同じですね。石壁の戦いで惨敗を喫した曹操は劉備関羽らの追撃を受け、わずかな手負いの残党に守られて高陵城、今の慶州城に向けて敗走を続けました。そしてようやく窮地を脱しようとした時、待ち伏せしていた関羽に出くわしました。曹操は自ら進み出て関羽に声をかけます。いやよ関羽、英雄も時に悲哀を喫すれば惨たる姿じゃ。今我戦いに敗れてわずかな手負いのみを率いて全く身体ここに極まる。一死は惜しまれる英雄の業、なおこれに思いとどまるは無念至極。もし御変にしてご記憶あらば、昔の一言を思い起こし世の危難を見逃してくれよ。あいよ、今日は去る使用に囚われて私に許すことは相ならん。いやいや、過去のことのみ語るようだが、将軍がその主玄徳の行方をなお知らず、主君の二夫人に仕えて敵中にそれを守護されていたことは私の勧めではあるまい。奉公というものである。曹操が乏しき仁義をかけたのは御辺の奉公心に感動したからだった。大丈夫は真意をもって重しとなす。この人生にもし真なく義もなく美というものがなかったら、実に人間とは浅ましいものではあるまいか。ふと見れば曹操の後ろには敗残の姿も痛ましい彼の部下が皆馬を降り大地にひざまずき、涙を流して関羽の方を伏し拝んでいた。ついに関羽は情に負けた。曹操が落ち延びたという歌謡道については、石壁上流の博羅から今日の管理権、そして先行史に達する古道に想定されています。その道筋にはいくつかの関羽病もありました。先行史では歌謡道は紀元前戦国春秋時代のその国の松花台古城の中を通っていたと考えられています。小さな丘の上に曹操が植えたという伝説の樹木がありました。そこはその王が鷹狩りをしたという法要台の跡で、発掘によってこの辺りからは当時の遺物が少なからず出土しています。石壁の戦いに大勝した劉備は孫権の妹孫昭夏を妻に迎えて、さらに連携を強めることになり、はるばる揚子江を下って晋江に向かいます。揚子江の南岸、南京市の東に並ぶ古都晋江。西暦209年、孫権は宮殿を蘇州から当時の京港、現在の晋江市に移し鉄葉城を築きました。揚子江の沿岸にそそり立つ北湖山、その一角に立つ甘露寺は三国志名所の一つです。
当時はまだ仏教伝来以前のことで甘露寺はありませんでしたが、後世の三国演義の作者羅漢中は甘露寺を舞台にして孫権の母呉国体が花婿劉備の品定めをするというフィクションを設定したため、その物語がすっかり有名になってしまいました。陽子港に臨む崖の上に立つ最高亭、後に劉備が医療の戦いに敗れて白帝城に没した時、昭和はここから陽子港に身を投じたとされていますが、これも物語。実際は劉備が慶州から蜀へ進出する時、兄孫権の迎えの船に乗って一人この京港へ戻ったと言われています。劉備が実際にこの地を訪れているのは結婚後2年目の西暦210年、若い妻の里帰りに同行して周瑜が治めている慶州をしばらく借り受けたいとする交渉のためでした。孫権はこれを了承し、曹操に対抗する劉孫同盟は今しばらく続きます。西暦229年、孫権が最後に呉の都として定めたところが南京、当時の建業です。緑豊かな市街地は孫権の後宮の跡です。その跡に立ち並ぶ慶明寺の東道伽藍、その仏塔からは南京市街が一望できます。の城壁は明代に修築され、さらに壮大な城壁となって中国最大級の城郭都市に発展しています。城外に広がる玄武湖は孫権の水軍の訓練基地だったと言われています。陽子港と新淮河の合流地点に孫権の時代の城壁があります。建業の西側を守る城郭、石頭城でした。そそり立つ溶岩壁むき出しの絶壁が天然の要害となっています。諸葛孔明は建業の昭山は戸黒を巻く龍、石頭山はうずくまる虎、この地こそ帝王が住むにふさわしいと折り紙をつけたと言われています。後の中期、卑弥呼の邪馬台国時代に日本に伝来した銅鏡とほぼ同時代のものです。しかし五漢の衰亡とともに青銅器文化の時代も終わりを告げ、三国時代には新しい世界が花開きます。その代表例の一つがこの青磁の壺です。死者の副葬品とされたこの壺には豊かな生活を謳歌するかのような装飾が施されています。
中心の建物の周りに群れ集い、にぎわしくさえずる飛鳥、動物たち。音楽を奏でる人々、踊る人、そして仏像。海のシルクロードの交易は早くからの仏教文化伝来の気配を漂わせています。石壁の戦いの後、歴史の鍵を握る舞台は慶州地方に移りました。慶州の僕、すなわちその長官となった劉備は、孫権から高陵城を借り受け、ここで力を養います。高陵城、後の慶州城は東西に長い城郭です。周囲 10.5 キロ、その城壁は幅30メートルから100メートルに及ぶ広い水堀に囲まれていました。門は全部で6箇所ありますが、そのうち東南側にある比較的小さなこの門は、明代の修築以来、三国時代を忍び公安門と呼ばれてきました。劉備は居城の公安から船でこの門に入城したと言われています。城門は外側にも半円形の城壁を張り出し、二重構造にしています。侵入者が直進できないように互いに向きを変えてあります。外門の方には不思議な施設の跡が残されています。アーチの中ほど、扉の外側にあたる位置の天井が開いています。扉を破ろうとして押しかける敵を、上から石や弓矢で攻撃するためでしょうか。劉備はこの慶州を足がかりに、やがて蜀の国、すなわち益州、今日の四川省に進出しますが、借り受けた慶州は後に返すことなく、関羽が預かり守っていました。このため慶州には関羽にまつわる伝説が少なくありません。慶州博物館にある巨大な石の箱もその一つ。長さ5メートル、幅1メートル10センチ、董卓、呂布、そして関羽へと引き継がれた伝説的な名馬、石鳥羽の飼馬桶と伝えられるものです。そしてもう一つは、関羽の率いる軍隊が使ったとされる大釜です。直径170センチもありました。後に関羽が上邯の戦いで肘に毒矢を受け、陣中で名医加太の手術を受けたという有名なエピソードが、この病院の中庭に再現されています。折しも関羽は馬良を相手に碁を囲んでいた。父上、碁の名医加太がはるばる見えました。一つ傷の治療を壊れてはいかがですか。待て待て、馬良、今度はわしの番か。衣服を肩脱ぎながら、関羽は傷を病んでいる肩肘を医師の手に任せ、なお碁盤に石を打っていた。加太は傷を切開しにかかった。下に置いた銀盆に血は満ち溢れ、
肩の両手も刀も結晶にまみれた。その上、肘の骨を鋭利な刃物でガリガリ削るのであった。関羽は依然として碁盤から目を離さなかったが、周りにいた寛平や自身は皆真っ青になってしまい、中には座に耐えず表を背けて立っていったものすらある。治療後、関羽と加賀が互いに最良の患者、最高の名医と褒め合ったという逸話も、病院のシンボルとしてふさわしいのかもしれません。劉備は当時、生徒にあって職を治めていた同族の劉璋の求めに応じて職に出陣しますが、やがて劉璋と対決することになります。これに呼応して慶州からは諸葛孔明、張飛、張雲らが援軍を率いて揚子江流域から生徒に向かいます。成都の北およそ40キロ、現在の甲賀市にある洛城です。劉備らの本隊はここまで一気に攻め進みましたが、そこで激しい抵抗に遭い、1年ほど足踏みを強いられました。しかもこの戦いで劉備はかけがえのない人材、軍師宝刀を失ったのです。洛城の北およそ50キロ、面県の郊外にある宝刀廟です。境内の最初の殿宇には諸葛孔明と宝刀が並んでいます。かつて南昌の水鏡先生柴木が画僚諸葛孔明と共に最高の人材として劉備に推薦した宝数、すなわち宝刀がこの地で戦死したのです。宝刀は一時呉の周瑜に仕えていましたが、周瑜の病没後は劉備のもとに身を寄せ、蜀の侵攻作戦中は孔明に代わって最高軍師として常に劉備のそばにありました。洛城攻略に向かう日、普段おとなしい馬が妙に暴れ出し、宝刀は不覚にも落馬してしまいました。心配した劉備は自分の乗っていた白馬を与えました。ところが途中で劉将軍の待ち伏せに遭い、白馬の宝刀は劉備と間違えられて集中的に矢を追いかけられ、会えない死を遂げました。享年36歳、その生涯は終始華々しかった孔明の影に隠れ、あまり目立たない存在でしたが、その後劉備や諸葛孔明がたどった厳しい歩みを思えば、もし宝刀が健在だったらという期待を後世の人々に抱かせるものがあったようです。四川省の省都、成都は蜀の都でもありました。その中心部には毛沢東の巨大な像が立っています。いつももやに包まれているというこの町は、アドバルーンや政治的なスローガンを掲げる横断幕でいっぱいでした。かつて諸葛孔明が北伐にあたり呉と和睦して、その施設を出迎えたという万里橋跡は、今は南門大橋です。橋の上で老人がわらじを売っていました。中国でももう珍しい民芸品の類です。興味に任せて買い求めた若者が履き方の手ほどきを受けていました。
橋のたもとには何やら甘い香りが漂っていました。いつも花屋の露店が並ぶところです。5月早々の今はちょうど口なしのような香りがする玉蘭の花咲く季節です。わずか1日しか持たない香水のブローチやネックレスですが、それでも飛ぶように売れていました。食感の都、生徒の原点となる武甲市です。見学の小列亭は劉備の送り名ですが、武甲は諸葛孔明の送り名です。ここは劉備と孔明が一緒に祀られている世にも珍しい君臣合廟の遺跡です。中心の高い道具が劉備殿、正面に劉備玄徳の像が鎮座しています。劉備殿の背後にあるのが諸葛殿です。諸葛孔明の像は高さ2メートル余り、手には必ず鳥の毛の扇、羽扇を持っています。劉備殿の左右に連なる回廊には職を支えた文官、武官たちが全部で28体並んでいます。孔明が琉球で三国鼎立の構想を劉備に示してから7年後、ついにその構想が成都で実現しました。居並ぶ家臣を前に劉備も改めて深い感慨を持ったようです。伊予は初めて世の国を持った。玄徳も万感を抱いたであろう。自分が国を持ったからには、将軍家臣たちにも田畑屋敷を分け与えて、その妻子にまで安住を得させたいが、ある時玄徳がこう一憂を漏らすと、趙雲はそれに反対した。いけません、昔秦の両親は郷土の滅びざるうちは家を作らずと言いました。食害一歩譲れば、まだ狂乱を嘘吹くやから諸州に満ちている今です。なんぞ我ら部門、いささかの功に休んじて、今伝畑屋敷を求めましょうか。天下のことことごとく定まる後、初めて郷土に一路を持ち、百姓と共に耕すこそ身の楽しみ、また本望でなければなりません。よきかな長文の言と孔明も共に言った。そして孔明は聖堂にこもって、新しき職の憲法、民法、刑法を起草していた。四川省西部の高原を水源とする民工の流れです。その豊かな水を成都の北西およそ50キロの地点で分水する渡江堰、蜀の都成都と四川平野を潤す命の堰です。流れの方向性と中州を巧みに利用したこの巨大な堰は、紀元前250年の戦国時代に時の蜀軍の長官であった李氷李次郎親子によって築造されたもので、今日までほぼ原型のまま受け継がれてきました。
中国古代の高度な治水技術を示す著名な遺跡です。渡航跡に架かる吊り橋は観光名所の一つになっていますが、観光客に比べて地元の利用者は歩きぶりが違います。蜀の経済復興に力を注いでいた諸葛孔明は早速これに注目しました。そして治水の専門家を管理者に定め、1200人の技術者を派遣して徹底的な修築と改良を施すとともに、その水を効率よく使い、屯田制による開拓村を起こすなどして、農村の生産力を向上させたと言われています。劉備は蜀の国力が回復すると、曹操がすでに進出している北方の漢中地方を奪回するため、留守を孔明に預け、自ら漢中に向けて出陣します。成都から漢中までおよそ600キロ、三国時代以前からの古道として知られる金牛道がその道筋です。古来幾多の武人が駆け抜けたこの道は、時には栄光への道筋となり、またある者には失意の足を運ぶ道にもなりました。孤独な旅人だった現代の詩人馬致園の著名な詩が残されています。古都老樹に根はあり、小京流水に人家あり、古道西風に相場あり、石陽西に下り断腸の死と天涯にあり、金かかった藤の老樹にカラスが止まっている夕暮れ、水の流れに小さな橋がかかり人家がある、古い街道には西風に吹かれながら痩せ馬がとぼとぼと歩んでいく、夕日は西に沈み断腸の思いを抱く人は天の果てにある。一口に言えば三国志は曹操に始まって孔明に終わる二大英傑の成敗争奪の後を叙したものというも差し支えない。この二人を文芸的に見るならば、曹操は詩人であり孔明は
文豪と言えると思う。知や愚や狂に近い性格的欠点をも多分に持っている英雄として、人間的な面白さははるかに孔明以上なものがある曹操も、後世久しく人の傾向を送ることにおいては到底孔明に及ばない。時代の判定以上な判定はこの地上においてはない。西暦214年、成都に入って職を治め国力を養っていた劉備は、4年後に北方の要地漢中へ進出していた曹操軍を討伐するため、自ら軍を率いて北進を開始しました。四川省北部漢中への道筋にあたる高原の南には花房館がありました。橋が洪水で流されたので、今は渡し船が復活しています。花房館は北方の陝西省の漢中から四川省、すなわち蜀へ入る道筋を押さえる北縁の要塞でした。蜀は花房に起こり剣門に滅ぶと言われていますが、その蜀の起こり、劉備が初めて蜀に軍を進め漢中から南下する勢力に備えて陣を敷いたところでした。花房館の後は明清代は昭和県城となり、今はその城跡が昭和鎮という村になっています。花房館の城壁の名残が昭和県城の外側にわずかにとどめられていました。城の西側には張飛と馬張が激闘を繰り広げたと伝えられる古戦場があります。西凌の豪族馬張が漢中から花房館に攻め込んだ時、張飛と一騎打ちとなりました。しかし終日戦ってなお勝負がつかず、その武勇を見込んだ劉備は礼を尽くして馬張を迎え味方に加えました。一方、同じ古戦場には諸葛孔明亡き後蜀存亡の重責を担っていた邯の墓があります。邯はこの花房館で偽って降伏した魏の将軍に暗殺されました。花房館はくしくも蜀の勃興と衰亡を象徴するところとなりました。天子，嘿嘿，你莫疯了。
農村は今菜種の収穫の時でした。庭先では刈り取った菜種の鞘を叩いて実を取り出す作業に追われていました。日本でも戦前まではこんな農作業がどこでも見られました。おそらく劉備の軍団が駐屯していた頃も食料集めの時はこんな騒ぎがあったことでしょう。明代の遺構を残している小河古城は城内にはまだ昔の生活の名残が見られます。かつての学校書院の跡は今は人民政府の役場です。角の雑貨屋の2階は昔は旅籠だったそうです。そして向かい側は喫茶店です。毎日顔なじみのご隠居さんたちが集まってカードを楽しんでいます。細長いカードはこの地方独特の四川トランプと呼ばれているものです。町外れには清代から続いている古い民家がありました。駅合堂という表札は家族の和、協調性を願う家という意味と薬の調合の意味を兼ねたものだそうです。奥深い家の造りは京都の町屋のようでもあります。三棟続きのこの民家は今は農家ですがかつては裕福な薬屋さんでした。2階の回廊の手すりには縁起物らしい彫り物が施してあります。現在ここには親子三代、三家族が暮らしていました。四川省北部の中核都市高原は揚子江の支流下梁江のほとりにあります。北は漢中、南は成都、そして下梁江を下れば重慶に至る交通の要衝を占めています。川沿いには河川による交易で栄えた古い町並みが残っています。今日の市民の足はもっぱら輪郭です。夕方の下町は道路の横断も難しいほどの雑踏です。
高原から漢中へは、その間に横たわる北総山の巨大な山々を縫って険しい道が続きます。高原の南、建国県ブレンチンから漢中に至る350キロ余りに及ぶ金牛道が整備されたのは紀元前316年、先秦時代でした。峠を越え谷を渡るごとに風景も大きく変わります。北から漢中市に入ると名物の水杉樹メタセコイアの並木が一直線に続きます。その距離は15キロ。漢中盆地は漢江の中流に東西80キロ幅15キロにわたって平野の広がる肥沃な盆地です。この地は前漢王朝を建てた劉邦が漢中王を唱えた劉備にとっては祖先ゆかりの地でした。その宮殿跡古漢台は今は漢中博物館です。古漢台近くの路地の朝市です。近郷近在の農民がさまざまな産物を持ち寄っていました。西暦218年、劉備軍は漢中市の西50キロ、弁慶の外れにある傭兵館を占領し、漢中を抑えている曹操軍と向かい合います。そこは四川省、甘粛省、陝西省からの道が集まる交通の要衝で、古くから関門が置かれていたところです。かつてはこんな城門が残っていました。この傭兵館は後に孔明が北伐の時にも一時本営としたところで、近くの丘の上には弁慶八景の一つに挙げられている孔明の読書台があります。三国志の史跡をよく訪ね歩いている南宋を代表する詩人陸游は、ここ読書台を訪れ、その時の旅を回想した七言古詩を次のように締めくくっています。水師の一票は潜在なし、遠く漢学に比して気出し余りがあり、世上の俗樹なんぞこれを弁然、広大当日何の紹介読め。孔明が劉禅に捧げた水師の表は、千古にわたって並ぶものがないほど素晴らしい。孔明はかつての名宰相漢中、名将軍楽器に勝るとも劣ることはない。だが世俗の儒者たちにはこうしたことはわからない。この高台で孔明はその頃一体どんな書物を読んでいたのであろうか。傭兵館の劉備は漢水の南岸の麓に陣取る曹操軍の漢中都督、
花公園と1年間睨み合いを続けた後、その本陣定軍山に進出し決戦を挑みます。定軍山は東西10キロ、その間に連なる12の峰からなる連山です。劉備はその一番西側の伏牛山を占拠し、山頂に陣取った老将甲冑が兵力を分散して手薄になった魏の本陣まで一気に攻め下り、花公園を倒しました。翌年、曹操は自ら出陣して漢中奪回を試みますが、かえって食料の補給に詰まり、ついに撤退を余儀なくされました。弁慶の東5キロに劉備が漢中王を宣言する儀式を行った時に気づいた壇がありました。西暦219年、漢中を完全に手中に収めた劉備は、孔明をはじめ重臣諸将に押されて祖先劉邦の前例に倣い、ここで漢中王の名乗りを上げました。蜀建国の大きなステップとなった記念の地です。一方、慶州を守っていた関羽は劉備の漢中王就任後間もなく、魏の西南将軍曹仁の城陽城を攻め取り、さらに関水北岸の繁城を攻めます。曹操はすかさず援軍を送り、繁城を囲む関羽の背後をつきます。繁城の北西30キロ、関羽が援軍を迎え撃った大仙港です。折しも8月の雨季、関水は大洪水になります。あらかじめこの事態を予期していた関羽は船を用意し、水に囲まれた敵陣を攻め、援軍の将宝徳を撃ち、雨巾を捕らえました。大戦果に気を良くした関羽はなお繁城の攻略を続けますが、この間にこれまで敵対していた曹操と孫権が手を結びます。そして孫権の軍は密かに揚子江から上陸して広陵城を急襲し、これを奪ってしまいました。広陵城落城の知らせを聞いて急ぎ取って返した関羽は、後の若い将軍陸遜に阻まれて孤立し、やむなく慶州北方115キロの漠城に立てこもります。漠城は戦国時代の楚の国の古い城郭跡です。周囲15キロもの長い城壁を備え、400年間も存続した立派な城郭だったと伝えられていますが、今はその一部を村の片隅に残すだけとなっています。籠城する関羽は近隣の蜀の諸将に救援を求めますが、反応がありません。孤立感に苛立つ関羽は夜陰に紛れて脱出を強行しました。しかし
待ち伏せていた五軍に養子寛平と共に捕らえられ、ついに打ち首となりました。高原から張飛の任地派生郡老中へ至る道筋には、世界的に著名な松柏の並木が続きます。一説には張飛が植えたものと伝えられ、張飛柏とも呼ばれてきました。樹齢2300年以上の松柏は高さ29メートル、その古木群が県閣県白樹湾に水雲老林園として手厚く保護されています。並木の延長は150キロ、その総数は10万本にも及んでいたと言われます。老中は蛇行する河稜港に三方を囲まれた美しい町です。川幅は100メートルから150メートル、上流は高原に、下流は重慶と結ばれ、船による物資の交流が盛んでした。川沿いに開けた古い町並みは清の時代の面影をよくとどめています。張飛廟、観光講師です。観光校は清代の漢帝校からの送り名です。当時の老中の知事が住民の張飛に対する崇敬の厚さに感じて、このような立派な廟に修築をしました。不法に激怒した張飛は早速生徒の劉備を訪ね、直ちに孫権討伐に出陣することを促すと、すぐに帰って
反響長達の二人の家来に対し、三日のうちに鎧ひたたれから旗に至るまで白い喪服姿の軍曹を準備するよう命じます。困った二人が10日の猶予を願い出ると逆上し、二人を木に縛りつけて鞭打ちにしたと言われています。その夜、彼は諸将と共に酒を飲んで眠った。平常もありがちなことだが、その晩は分けても退水したらしく、いびきをかいて寝てしまったのである。すると、二更の頃、二人の男が忍び込んで、やや久しく、町内の壁にへばりついていた。反響、長達の兄弟だった。長飛の寝息を十分に伺い澄まし、懐の短剣をぎらりと持つや否、うんと一声、やにわに寝姿へ踊りかかって長飛の寝首をかいてしまった。首を下げて飛翔のごとく外の闇へ走ったかと思うと、老公のほとりに待たせてあった一線に飛び込み、一家一族数十人と共に流れを下ってついに五の国へ走ってしまった。高官押村区は正常祖であり丹女であった。まだまだ彼の勇は職のために持ちうる日は多かったのに、桃園の花燃ゆる日から始まってここにその人生を終わった。年55であったという。老中のこの墳墓は東洋圏の官僚と同じように首のない体だけの埋葬塚ということになります。首の方は呉の孫権が劉備の報復を恐れて間もなく送り返してきたため、三峡の白帝城に駐屯していた劉備が近くの運用に手厚く葬ったといわれます。くしくも関羽同様、首と体は300キロ余り離れたところに別々に葬られています。一般に張飛は短気で乱暴者とイメージされていますが、自身は士分をたしなみ書を良くする文化人という面もあったようです。特に地元老中での人気は抜群です。这个在郎中期间，因为苏贵一直要发展经济来武装自己，当时四川最重要的资源就是丝绸，利用郎中的这个丝绸之乡，传统的这个在商养蚕，发展丝绸，使得老百姓呢也得到了这个经济的发展，生活也逐步逐步的好起来了，认为张飞是一个好官。絹織物は今日においても老中の経済を支える花形産業です。中でも外貨稼ぎの主役は欧米に輸出されているこれらタピストリーや絨毯です。そして伝統の絹織物の担い手であるこの織姫たち、山村地帯の生活を潤してくれる大事な稼ぎ手でもあります。関羽と張飛の二人の義兄弟を相次いで失った劉備は、西暦221年7月、呉の孫権を旧敵として10万と伝えられる大軍を催し、揚子江を下ります。その行程は三峡下りのハイライトでもあります。三峡の入り口、白帝城のある
包摂圏の船着き場です。渇水期の今は増水期の時よりも数十メートルも水位が下がります。包摂圏の周囲は中国屈指の石炭宝蔵地で、そこから産出する大量の石炭は船で下流の各地に運ばれます。船積みの作業は凄まじい人海戦術でした。あるいは三国時代の劉備の率いる大軍も同じようにして船に乗り降りしていたのかもしれません。四川省の白帝城に始まる三峡は湖北省三友道までその距離193キロ、劉備が前線の拠点とした医療までは230キロ余りになります。絶壁の上に増水時の水位を示す標識がありました。劉備軍はまず釜山で孫権の先陣を一周して奇声を上げます。府境の延長はおよそ45キロ、府境十二方の峰々は四季を通じて薄い雲や霧に包まれているそうです。清涼峡では岩壁の左右に掘り込まれた古い山道が断続的に続きます。三峡沿岸に沿って設営された劉備軍の陣もこのように岩をくり抜いた食堂で結ばれていたことでしょう。清涼峡の東の外れ、三友道です。陽子港が三峡から平野部に押し出すところで、その一角を占める岩山は三国時代は劉備の養子劉邦の城郭でした。そして劉邦が入る前、石壁の戦いの後の一時期は張飛が魏都軍の大使としてこの地を守り、ここで太鼓を打って水軍の訓練をしたと伝えられています。三峡を抜けると陽子港の幅は1キロ以上に広がります。そしてその北岸には高さ40〜50メートルの絶壁が連なっていました。劉備が最後に本陣としたと伝えられる王庭はさながら陽子港に臨む城壁です。絶壁に見えた岩場もその中腹には岩の段が複雑に重なっており、守備の兵を至る所に配置できるようになっています。岩の陰からは冷たいミネラルウォーターが湧き出していました。そしてここにも岩をくり抜いて食へ至る山道が延々と続いていました。この付近の山道の延長はおよそ3キロ、こんな情景を中国の人は巨流が崖に横たわっていると表現しています。そして王庭の対岸、啓門山が五の前衛の陣です。ここから15キロ下流の義都郡に本陣を置いていた首相陸遜は6ヶ月に及ぶ持久戦の末、劉備軍の疲労の色が濃くなった夏の頃、
敵陣に吹きつける東南の風を見計らって火攻めをかけました。折から夏の日差しに乾燥しきっていた劉備軍の陣は瞬く間に燃え上がり、揚子江沿岸に伸びきった防衛線はもろくも崩れ去りました。身体極まった劉備は王庭の洞窟の一つに隠れ、ここで自害しようとしたとされていますが、趙雲の働きによって窮地を逃れ、揚子江沿いに白帝城まで落ち延びました。九頭京を天堅の守りとする白帝城で劉備は体制の立て直しを図りました。しかし関羽と張飛を相次いで失い、その弔い合戦も惨敗に終わって失意のうちに病に倒れます。そして間もなく劉備は死期を悟って、急遽生徒から諸葛孔明を呼び寄せ後のことを託します。白帝城の宅古堂にはその臨終の情景が再現されています。君の才は総比に10倍する。また孫権ごときは被験もできない。故によく職を休んじ、我が企業をいよいよ増えとなすであろう。ただ太子劉禅はまだ幼年なので将来はわからない。もし劉禅がよく帝たるの天室を備えているものならば、御身が補佐してくれれば誠に喜ばしい。しかし彼夫妻にして帝王の器でない時は、上将君自ら職の帝となって万民を治めよ。何たる英断、何たる悲壮な衣装であろう。孔明は両眼から血を流さんばかりに泣いていた。玄徳はさらに幼少の王子劉瑩と劉離の二人をそば近く招いて、父のない後はお前たち兄弟は孔明を父として仕えよ。もし父の言に背く時は不幸の子であるぞと諭し、言い終わると忽然報じた。時樹齢63歳、蜀の勝武3年4月24日であった。永安宮中嘆き悲しむ声のうち、孔明はやがてその霊柩を報じて生徒へ帰った。西暦224年5月、劉備の棺が成都に到着すると、17歳の皇太子劉禅が即位し、孔明は武教皇に次いで益州の牧に任命され、国事全般を一手に扱うことになりました。8月、劉備の棺は慶陵に葬られ、昇烈亭と送りなされました。蜀の荒廃はいよいよ孔明の双肩に重くのしかかります。孔明はまず呉の孫権と和睦を結び、一切の軍事行動を控え、ひたすら国力と民力の増進を図ります。それから3年後の227年3月、軍備を整えた孔明はかねて劉備との約束であった中原への進出を試みます。いわゆる北伐の大遠征を前に、自身の悲壮な決意と若き帝の心構えについて述べた長文の書を、孔明は20歳を迎えた劉備の子劉禅に捧げます。世に名高い水死の表です。忘れる者は蹴出し先帝の衆を追うて、これを陛下に報いんと欲するなり。故に陛下はよく臣下の声に耳を傾けられ、先帝のご遺徳を輝かせ、
志を持つ臣下を励まし、軽薄な言動によって忠臣の諫言を抑えるようなことがあってはなりません。本日南方を平定し軍備も整いました。まさに三軍を率いて北方の中原を平定すべき時です。願わくは微力を尽くし敵を打ち平らげ、漢の皇室を再興して旧都洛陽に帰りたいと思います。これは先帝のご恩に報い陛下への忠節を尽くすべき私の本分であります。諸葛孔明の考え方や行動については解放後の中国においても高く評価されています。我呢，因为有资历的关系，当然是最喜欢祖国孔明了。因为我在这个武侯祠工作，对祖国孔明呢，研究了二十年吧，啊，研究了二十年。嗯，祖国孔明他自己的优点是很多的，啊，他的忠贞、他的勤勉、他的智慧、他的这个能够纵然若啊，就是追求很执着啊，一直到六出祁山，最后鞠躬尽瘁，死而后已，就是为了他的实力所献身。这些精神呢，从某种意义上来说，都是我们中华民族美德的一种概括和象征。生徒の狂撃の出し物のうちで最も人気のある演目は三国志です。年間200回余りの公演のうち約半数を占めるほどです。諸葛孔明は最初の北伐において前衛の馬謖が惨敗したことにより、孔明自身も魏の大軍に囲まれて窮地に立ちます。孔明を演じるのは女優の楊鶴さんです。狂撃には男性が妙齢な女性を演じたり、女性がひげをつけた武将を演じる半武士という伝統的な表現方法があります。还有就是近年来哈，近几年解放以后呢，我们国家啊曾经提倡过不要女同志扮男同志，觉得形象上不够那么魁伟哈。但是梅先生呢，梅兰芳先生呢，他扮演的旦角呢，在世界享有盛名了。那么他的这一叫艺术创作，后来对这个呢也就不禁止了。所以我扮演他呢，我也非常愿意。他又是能够治国、强国、爱民的一个丞相，我总想把他作为自己学习的榜样，我崇拜他。わずかな城兵で大軍を迎えた孔明は、相手を誘うかのように四方の城門を開き、自身は楼閣に登って悠然と琴をつなびきます。人気の演目、空城計です。寄せ手の芝忠達は伏兵を隠した罠であろうと恐れ軍を引き返します。北伐の成否を握る最大の課題の一つは兵員の移動と物資輸送の機動性にあります。巨大な山脈を貫いて高原から漢中へ、そして漢中から長安へ至る数百キロに及ぶ道のりは、時には絶壁を削り、時には岩をくり抜き、そして時には断崖に山道を渡して進みます。高原の北3キロ、華陵江の峡谷明月橋は四川省の入り口に立ちはだかる天然の関門です。ここに先進時代、
紀元前316年に金牛堂とともに誕生したという古参道の跡がありました。岩の壁に穴を開け、丸太を差し込んで、その上に板を張り、このように屋根をかけたものもあります。荷物を担いだ大人一人がようやく通れる幅です。孔明が最後に取った北伐の道は、漢中から放水に沿ったいわゆる鳳野道です。東西およそ500キロ、南北200キロに及ぶ広大な秦嶺山脈を貫く道筋は、紀元前の戦国時代から先秦時代にかけて整備されてきました。このダム湖の下は、それまでは激流渦巻く渓谷でした。かつてこの道を通った曹操が、雪のような飛び散る飛沫の様を見てしたためたという懇切の文字が岩場に刻まれていました。鳳野道の道のりは、漢中から秦嶺山脈北麓の五丈原のあたりまでおよそ250キロです。今日の国道は途中から古道と分かれ、下稜溝の上流を上り詰めて宝鶏に至ります。秦嶺山脈の分水嶺、秦嶺峠の谷筋を下れば、宝鶏までわずか25キロ。そこは長安と西域を結ぶ回廊、黄河支流伊賀の流域です。山脈の北麓、そこに東西両側が深い侵食谷で断ち切られた台地が並んでいます。五丈原はそうした典型的な台地の一つです。この地方では、このような下から見ると山のように見える台地を原と呼んでいます。麓からの高さは120メートルから150メートル。切り立つような崖に囲まれたその上は平坦な面が広がります。大軍団が駐屯できる天然の要塞です。台地の広さは南北 3.5 キロ、東西1キロ余り。秦嶺山脈への尾根続きの最初のピーク、騎馬山、孔明が副司令部を置いたという砦です。大陣中の孔明はここでよく囲碁を楽しんだと伝えられています。この麓から伸びる大地のくびれた部分が、諸葛孔明の本陣葛楽城でした。この部分の幅は5、60メートル、長さは200メートル余り。今は一面麦畑ですが、その南北両側にはこの間を独立させる空堀と土塁の跡が明瞭に残っていました。長期の退陣を予測した孔明は、村人の生活を脅かさないよう、石頭が沿岸に農地を開かせ、屯田兵を入れて食料の自給を図りました。その遺跡諸葛殿は、孔明の目の届くところ、葛楽城のすぐ下にありました。台地の南麓には水量豊かな泉があります。諸葛泉です。
泉からあふれ出る水を利用して、その両側は五条原人の共同洗濯場となっていました。五条原の北側には食と義の陣を分ける伊賀が望まれます。迎え撃つ義軍30万の指揮官芝忠達は、伊賀の北岸の大地北限に陣を敷いたまま戦闘を避けて睨み合いを続けます。今の川底には良質な川砂が堆積しています。折しも中国は開放経済による空前の建築ブーム、村を挙げての採掘ラッシュでした。無尽蔵とも見えるその堆積量、村長さんは必要ならいくらでも日本へ持って行ってくださいと語っていました。五条原の丘の北端、魏の陣を一望できる位置に諸葛孔明の廟があります。孔明の最後を飾る舞台は、千年以上も前から諸葛詣の名所でした。宋の時代に最初の廟が建ち、その後明新時代を通じて9回も再建修復を重ねてきたと言われます。孔明は2月に五条原に進出して以来、司馬忠達とついに決戦を交える機会がありませんでした。この間、おとり作戦や婦人用の衣装を送りつけるなどして挑発しますが、相手は動きません。すでに6回に及ぶ出陣が重なり、消耗しきった孔明の肉体は限界に達します。出陣6ヶ月後の8月23日、臨終を迎えました。黄昏頃、一時息絶えたが、唇に水を受けるとまた冷めたかのごとく目を見開いて、宵闇の病床から見える北斗星の一つを指さして、あれ、あの高校と見える小生が世の粛清である。今滅前の一産をまたたいている。見よ見よ、やがて落ちるである。言うかと思うと、孔明その人の面はたちまち白狼のごとく化して、閉じたまつげのみが上並べたように黒く見えた。国風一陣、北斗は雲に二陣で三また滅。天ただ収集の声のみだった。時は蜀の建康12年秋8月23日。54歳。孔明の亡骸は再び秦嶺の大山脈を越えて漢中に運ばれました。孔明はその遺言によって、自ら北伐の本営を置いた定軍山の麓に葬られました。死してなお蜀を守ろうとする決意を示したものと言われています。孔明は埋葬は極力簡素に行うことを指示し、塚は作らず、山を塚に見立てて棺を入れるだけの穴を掘り、服装は普段着のまま、副葬品は一切不要と
言い残しました。一国の宰相という地位にありながら生涯質素を貫き、なお死に臨んでそれを実践しました。その後間もなく官民を挙げてその廟の建立を要望する声が高まり、29年後に至って最初の廟が建てられます。以来次第に拡大増築されて今日の伽藍配置になりました。さらにその後明代に至ってもう一つの武功士が漢中の地方長官の参詣の都合によって弁慶城の近くに造営されました。最初に孔明の事績を伝えた三国志の著者陳寿は、人民を愛し自ら行いを正し政策は臨機応変にして法は厳正、政治の本質を心得た天才と絶賛を惜しみませんでした。吉川英治はさらにその人となりについて次のように見極めます。ところで孔明という人格をあらゆる角度から見ると、一体どこに彼の芯があるのか、あまり表明としてちょっと補足できないものがある。軍略家武将として見れば、実にそこに真の孔明がある気がするし、また政治家として彼を考えると、むしろその方に彼の真髄はあるのではないかという気もする。思想家とも言えるし、道徳家とも言える。文豪といえば文豪というも、いささかも差し支えない。もちろん彼も人間である以上、その性格的短所はいくらでも挙げられようが、それらの八面玲瓏ともいえる多能、いわゆる玄徳が敬愛を置かなかった大才というものは、ちょっとこの東洋の古今にかけても類の少ない良元帥であったといえよう。特徴的な岩山72峰が連なるところは高原の南、天下の剣で知られる剣門館です。生徒へ至る金入道はその切れ目の細い藍色の部分を通りますが、ここに関門がありました。剣門館を守れば四川は安泰。この異様を唐の詩人李白は、剣閣の門は高さ5000丈、石は楼閣となって宮殿を開くと歌い上げ、徒歩は一兵士が怒ってこの館に臨めば100万の軍も近づけまいと、その妖怪剣舞の様子に圧倒されています。しかし蜀の龍禅はかつての孔明の忠告を忘れ、優れた家臣を遠ざけて国を弱め、魏に攻められて滅亡の危機に瀕していました。この時孔明の薫陶を受けた脅威はこの剣門館で魏の大軍を食い止めていましたが、生徒の龍禅は先に降伏し、蜀は2代わずか43年でその歴史を閉じました。武功士と並ぶ生徒の名所、徒歩騒動です。蜀滅亡のおよそ500年後、徒歩は不遇のさすらいの後、48歳から51歳まで3年間を生徒で過ごしました。そこで才徳人並み優れてなお挫折を余儀なくされた諸葛孔明の生涯に思いを馳せ、その感慨を
詩に託します。諸葛の大名宇宙に至る創身の遺蔵築として成功三分割挙中作を巡らし万古運賞一羽毛白昼の間に医療を見る四季もし定まらば焦燥を失せん運移りて簡素はついに福祉がたく志は決するも身は尽きぬ軍務の労に諸葛の大いなる名声はあまねく天下に知れ渡っている。諸の重臣の像は厳粛で清々しく気高い。天下を三分して割拠する策を巡らしその才徳は千年万年の後までも鳥のように大空高く舞い上がることである。それは殷周時代の名宰相伊尹と呂相に匹敵しもし彼の采配が思うように実現していたならば漢の創業の方針商家や宗臣の手柄も色あせて見えたほどである。時の運は移りとうとう漢の帝室を回復することはできなかった。義を討伐する決意は固かったがその身は軍役の労苦によって滅んでしまったのであった。